こんにちは、コスケです。今日ね、動画作っているのが10月25ですから、2日後、あさっての27からワークマン恒例のね、セールが始まります。じゃじゃんとチラシがね、そろそろ店頭に並んでいるんではないでしょうか。僕もね、このチラシもらってきたので、今回のセールでおすすめの注目アイテム紹介していきたいと思います。まずね、ご存知の方も多いと思いますが、ワークマンのセールは価格が安くなるわけではありません。じゃあね、何が注目なのかというと、品切れでなかなか手に入らなかった商品がこのセールのタイミングで追加されて店頭に並ぶんですね。なので、品薄だったものを買うチャンスというわけです。そんなわけで、僕の独断と偏見で勝手にね、注目しているアイテムを今日紹介したいと思います。まずね、アウターで 3,4 個気になっているものがあるんですよね。品薄になっているもので、今回のセール対象品となっているのが、去年ね、なかなか買えなかったアルティメットフーデッドパーカー。これもね、これね、セール対象品ではありますが、今のところね、結構在庫あるので急いで買う必要はないかなという気がします。この後ね、寒くなってきたらどうか分かりませんが、今はね、もう売れ残っているとまでは言いませんけど、すごいずらっとね、まだまだ並んでいるので、今このセールのタイミングで急いで買う必要はなさそうです。じゃあね、どれが今回のセールの注目アイテムかというと、一つ目がね、これね、この綿リップ暴風防寒ジャケットです。まあ、僕の大好きなね、ディアマジックダイレクト耐久撥水防汚性能のついた、裏がね、ボア素材になっているジャケットなんですね。まあ、うちにもね、実物があって、これがそうですね。表面の素材が見えるかな？こんな感じになってて。で、裏がすごいモコモコのボアですね。これはね、相当あったかそうです。中綿も入ってるしね。これのオレンジは店頭でもたまに見かけますが、他の色はね、あんまりないですね。サイズもないし、そもそも一つも残っていないという場合もあります。かなりね、分厚い生地であったかいアイテムなので、真冬にね、活躍するものだと思います。まあ、ただね、今回のセールの対象になっているので、欲しかったという方はおそらくね、店頭に並びますから、買うチャンスではないでしょうか。現状ね、黒とかカーキはね、ほとんどサイズないですからね。で、2つ目がね、これ、まあ、同じくね、僕の一押しディアマジックダイレクトの一つ、暴風防寒ジャンパーです。さっきの綿リップ暴風防寒ジャケットのちょっと安い版というかね、デザインが比較的似ていて、作りもね、結構似ているんですが、こっちはね、綿が使われていない安いバージョンになっています。価格はね、1000円安い2900円なんですが、僕ね、結構気に入って着てます。安いし、暖かいし、使い勝手いいんですよね。で、これに関してはね、ここに載ってる迷彩の白、これだけね、極端に品薄です。これがディアマジックダイレクト暴風防寒ジャンパーの白、迷彩の白ですね。で、中はフリース素材になってます。あったかいです。で、中綿も入ってるし、表面はね、撥水加工がされている素材ですね。まあ、綿リップに比べるとね、まあ、ちょっと安そうな感じはするんですけど、実際ね、かなり使い勝手いいです。まあ、安いしね、2900円なんで安いし、使い勝手もかなりいいので気に入ってます。これ今度ね、紹介します。まあ、札幌周辺のワークマン5店舗ぐらい回っても、明らかにね、白だけないですね。で、他のね、黒と赤とブルーと黄色、そしてカーキもあるんですが、それはね、普通に残ってますね。まあ、迷彩のカーキだけちょっと売れてるかなという感じで、黒だとか赤、黄色、ブルーはもうずらっと並んでいる状態です。もしね、白が欲しい場合は 100% 追加されるわけではありませんが、今回のセールでチェックしてみるといいかもしれません。そして3つ目、アウターの3つ目が、これね、これです。耐久撥水ウォームジャケットですね。これも僕の大好きなディアマジックダイレクトで、うちではね、妻がコスモというカラーを着ています。まあ、東北車中泊の旅なんかでもね、これのコスモすごい活躍したんですが、
耐久撥水ウォームジャケットの中でも特にね、限定生産のカオス系の色だとかコスモね、まあ、その手のこの派手な色のタイプは品薄だと思います。ベーシックなね、色は結構あったりするんですが、派手めの色はね、ほとんどないので、今回のセールで入荷するかどうか分かりませんが、一応ね、セールの対象になっていますから、もし気になっている場合はチェックしてみた方がいいかもしれませんね。僕はね、もし見かけたらカオスレッドがね、欲しいかな。そしてアウターで気になっているのはあと一つ、これです。ユーロアルティメットですね、これね。まあ、結構デザインもかっこよくて、しかもあったかいので、僕は結構おすすめなんじゃないかと思っていますが、まあ、まだね、実際着てないので何とも言えませんけどね。真冬に着るような分厚いアウターとなっています。これがユーロアルティメットですね。表面はアルティメットフーデッドパーカーと違って、こうなんかね、つるっとした素材になってるんですよね。でしかも結構伸びる、アルティメットフーデッドパーカーより伸びます。で中はね、アルミプリントじゃなくて、これもね、モコモコのボアみたいな素材になってますね。すごい気持ちよくて、かなりボリュームあるんであったかそうです。でアルティメットパーカーと同じように、こう溶着加工っていうんですかね、縫い目のない加工になっているアイテムですね。これも在庫、品薄のところが多いと思います。まあ、どこに行ってもどのサイズでもあるという状態ではないので、もしね、欲しいけど欲しいサイズがなかったという人は、今回のこのセールのタイミングで手に入れてみるといいかもしれません。アウターで僕がチェックしているのはこんなもんでしょうかね。次はパンツですね。ズボンもね、結構おすすめのアイテムあるんですが、まあ、特にね、品薄なのがこれです。僕の大好きな、またディアマジックダイレクト製品ですが、ディアマジックダイレクトウォームクライミングパンツ、これね、僕すでに動画に出していて、すごい気に入ってるという話をしました。これもね、発売からすぐに売れて品薄の状態続いていましたが、店舗によってはね、もう入荷しているとこもあります。ここ最近追加されてずらっとね、並んでいたりもするので、今回セール対象品となっていますから、まあ、どの店舗にもある程度並ぶと思いますので、買い逃した方なんかはね、今回買うチャンスだと思います。僕はね、今年このディアマジックダイレクトウォームクライミングパンツをメインに履いて北海道の冬過ごそうと思っているので、まあ、すでにね、もう2つ持っているので、追加で買ったりということはないと思いますが、もし気になっている人がいればチェックしてみてください。そしてパンツの2つ目、品薄パンツの2つ目ですが、これね、エアロストレッチウォームスラックスというアイテムです。これも多分ね、結構人気で、店舗でほとんど見かけなくなりましたね。9月の前半くらいに僕が買おうと思ったら、前にいたね、若い男性が僕の欲しかった M サイズを全部買い占めてしまって、僕買えなかったんですよね。で他の店に行ってももうなくて、いや残念だなと。で改めて試着してみて、よかったらね、1本買おうかと思っています。かなり細身のデザインで伸縮しますし、暖かいというのが特徴でね、待ち着としても全く違和感のないデザインだと思いますので、まあなんかね、シンプルなのでワークマンらしくない感じで、それで売れてるのかなという気もしますね。すごいシンプルでタウンユースに向いているパンツという感じがします。スラックスですね。まあ他にもね、いくつかありますけど、僕が注目しているのはこの2つかなという感じです。でこれ以外だとブーツが売れてますね。まずケベックですよね。定番の防寒ブーツケベック、これもね、結構売れてて、欲しいサイズがないという人も多いんじゃないかと思います。今回おそらく入荷すると思いますので、買うチャンスではないでしょうか。そしてね、先日発売されたばかりのこれ、防寒ブーツケベックネオ、これはね、22日ぐらいに僕動画で紹介したんですが、その時にね、ちょうど店頭にも、まあ、近所のワークマンのね、店頭に並んだんですね。でそっから2日ぐらいでもうガラッとなくなりましたね。半分以上売れて、特に黒が人気みたいで、黒はね、近所の店舗だと残り2足だったかな。もうすごい売れて全然ないです。で白もサイズによっては品切れで、27からのセールで追加される可能性ありそうなので、買い逃した方はチェックしてみるといいかなと思います。一応ね、まだ入荷の予定はあるみたいで、今店頭にサイズがなくても
セール期間中のどこかでは手に入る可能性高そうです。ただね、入荷日ははっきりしないそうなので、必ず27日の朝に入るというわけでもないみたいなんですね。まあ、なのでね、一応セール対象ではあるので27日入る可能性ありますから、もしケベックネをね買い逃したという方は行ってみたらいいかもしれません。というわけでね、とりあえず今回僕が注目しているアイテムはこんなもんでしょうか。まだまだね、いろいろ入荷しますので、チラシ、このチラシね、店頭にあると思いますから、チェックしてみたらいいんじゃないかなと思います。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。